はい、本日から3日間、あれです。沖縄店です。はい、すごい、すごいたくさん来てます。楽しそうなんですが、もうドン。はい、皆さん、捜索中。はい、じゃあ、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、おはようございます。おはようございます。いかがですか、やってみて。楽しいですけど。楽しいです。どうなるんでしょうか、みたいな。初めてです。小学校以来。小学校以来。まさか。でもね、沖縄別ね。これはどうやると染められるんですか？顔料、はい、それを顔料を擦り込む、擦り込む、なるほど。でもなんかこう作品読みをぼかしてあるところがあるんですけど、いかようにしてぼかすんでしたっけ？新しい筆で、はい、その塗った上に、新しい筆で塗った上に、うん、また擦りつける。じゃあ別の色を擦りつける。何もつけてない筆で擦るんです。だとこういうのと薄いのが出てぼかす。ああ、じゃあ別の染料とぼかすわけじゃないんですね。はい、はあ、こういった新しい、何も使ってない新しい筆で。あ、こちらじゃあ伊藤先生なわけですね。いやでもこれ乾いてカピカピになってきてる。あ、ほんとだ。こちら呉山先生なわけですね。いかがですか、呉山先生。面白いですか、うん、でもどうなるかわからない。またそれが面白い。そうですね、どうなるかわかんないですよね、これね。出来上がり楽しみで、乾いて家に行ってから乗り落とさないと見えないですもんね。白だっけやって色塗ってなかったって。楽しそう、楽しそう。どうですね。